こんにちは。引き寄せの法則ですか。ネットワークビジネスのなんかセミナーに行くと必ず出てくるのがこの引き寄せの法則とかね。周りの5人の給料を足して5で割ったらあなたの給料ですよみたいなやつですけども。これってのは妙な説得力を持つんですけども、まあそんなわけねえだろうっていう風な理屈を持ってる人にとってみたらより慎重に考えるきっかけになるのかなと思います。まあでも引き寄せの法則があるとしたら、やっぱり発信することでしょうね。 お金稼ぎについて発信してますっていうとそれに興味のある人が寄ってくるみたいなところがありますし不労所得ですよっつったら不労所得に興味のある人が寄ってくるし、まあ、つまり私たちは何かの情報を探してるんですよねと同時に何かの情報を発信することができるんですよこの2つのバランス情報を集めている発信している発信する量が多いほど収入に上がる可能性が高い人が集まる可能性が高いってことになるのかなと思いますよね でも多くの方は情報収集はするんだけども情報発信はしないんですよね、まあ、だからなかなか情報発信による所得が得れないつまりは情報ビジネスができないってことになっちゃって、えー、なんかね情報商材インチキだみたいになるんですけどもどうなんですかね <laughs> 今回ね引き寄せの法則にまあちょっとねなぞらえて卑怯な法則っていうのがね私が学生時代に編み出したものがあるんですよ その卑怯な法則ってのは、まあ、あの合コンの場でよく使われてたんですけども、合コンの場でね、あの最後、会場に、えー、まあ男女が集まって合コンするんですけども、大体3人対3人っていうケースが当時は多かったんですよ。22もまああったんですけども、22は結構ね、すぐカップルができてお持ち帰りみたいな、ちょっとやりたい男女が集まった時には22で、もうそれ揃った時点でどっちが誰とやるみたいな話になっちゃうんですよね。 まあでも大体33とかね44とか55とかでまあ割と大事態でやる例が多かったんですけどもその合コンが終わる時にあの忘れ物チェックをしたいんでその漢字同士ねちょっと男女であのあと残りましょうみたいなことをやるんですけど私はだいたい漢字だったんですよ。で相手側の漢字の女の子が残ってこう忘れ物チェックとかしてくれてまあそれで2次会どうしようかみたいな話になるんですけどもさりげなくね私の方とじゃは卑怯な法則であごめん明日実験があるんだよねーみたいな感じで帰るんですよ。 その実験があるっていうことに対して、力系をアピールしてね、あれちょっとこの人賢いんじゃないなと思わせてそのまま帰って、その後翌日に、昨日、あの、二次会どうだったっていうふうに連絡するんですよ。で、当然ですけども、実験があるからって帰るときに、二次会のこと頼むねっていうふうに依頼しとくんですよ。で、他のやつはこうだからみたいなことで含ませといて、で、強い信頼関係を結んでおいて、自分は帰るみたいなね。そしたら、何々さんが言ってくれたら、 頼りになるのにって思いのまんま、一人でその二次会を仕切ることになるんで、ますます私の存在って引き立つんですよ。ああ、久保さんがいてくれたらもっとなんか上手に行けたのにな、みたいなところ残しながら、あ,あ大丈夫だよ。今度からは二次会もちゃんと一緒にいるから、みたいな感じで、そのための打ち合わせしましょうかっていうので、二人で会うきっかけを作ってね、そのまま二次会ところが合コンはなくなるわけなんですけどもね、もう次から二人合コンしようよってみたいな話になってくるわけですよ。で、これ何が言いたいかっていうとね、 あのー、まあ思った通りにやれってことなんだと思うんですよ私はいつもそのために他人はある意味道具でしかないというところなんですよね道具って言い方すると乱暴な言い方になりますけどもお互いに利用できるとか利用してそして感謝で恩返しするとか恩返ししてみたいな感じで人間関係って構築されるんであいついつもおいしいとこでりだよねっていうふうに言われるかもしれませんけども実際に合コン自体をいろんなところに手を尽くして設定するのは私ですからね そのために一番有利なところ、美味しいところを持っていくのは、まあ、ある意味、他の参加者からすると、まあ、公然の経費なわけなんですよ。まあ、一番美味しいところはあいつが持っていくだろうけども、一番大変なことやってくれるんで、俺たちは合コンに参加するだけだもんね。よしみたいな感じなんですよね。で、合コンで一番厄介なのが、ドータキャンっていうか来ないやつなんですよ。たまにいるんですよ、これがね。だから合コンが被っちゃったみたいなやつとかね。まあ、当時、そんな環境だったんで、あのじゃあ、三々で用意してても、三人になることって結構あったんですよ。で逆にね、四人になったりね。 ごめん、なんか、合コンの話したらどうしても来たいていうに来ちゃったみたいな感じで。え、多い方がいいから楽しいからいいよみたいな感じで、すごくアンバランスな4対2のね、女4、男2みたいになったりするわけですよ。その逆だったらまあなんとかね、女の子がいい気持ちになって帰れるんですけども、でも逆に男2って女4だったら、さすがにアンバランスで弾かれる女の子は1人か2人絶対出てくるんでね、すごく厄介だった覚えがありますね。だからそういうリスクを引き受けて合コンするわけですから。で、当時しかもね、合コンで、 もう当時は当たり前だったんですけども携帯電話なんてないわけですよだから連絡がつかなくなったらあの自宅に電話するしかないんですよね自宅に電話するしかも電話ボックスまで走るわけですからすごく不自由だったんですよそういった不自由を垣い見みて合コンの感じをするわけですからおいしいとこぐらい取っていかしてって話なんですよで参加者にしてみたらドタキャンしようと思ったら電話のいる環境に近づかなければそれで OK なんで, <laughs> でそれこそパチンコでもやっときゃいいわけなんで うん、卑怯な法則ね。お互い、卑怯を、卑怯も使いこなすと卑怯じゃなくなるっていうことでまとめさせてもらっていいでしょうか。いっらっしゃい。